こんにちは、しゅんじです。今日はですね、ピンセットを使って丸いこう玉を、取っていくと、どこかのタイミングで、ボックス檻かな、檻からこう恐竜がねドカーンとこう出てくる商品、コーションダイナソーを見ていきます。似た商品で、番犬ガオガオだったか、名前忘れちゃったんだけど、寝てる犬の前にある餌を、取っていくと、こう、犬がね起き上がってこうね吠えるっていう商品があったんですけど、あれの恐竜版のような感じですかね。はい、箱の後ろはねこちらとなってて、中に入ってるセットが書いてますね。ピンセットは4個入ってるようです。箱結構大きいんで、中に入ってる恐竜とかも大きいのかな。よいしょ。あ、ちっちゃい。これめちゃめちゃちっちゃいな。取り出せました、カラフルなこちらボールですね。青、赤、黄色、紫の4色ですね。で、あとこれがピンセット。あ、ピンセットもね同じ色ですね。青、紫、黄色、赤の4色になってて、で、こちらが、この丸い玉を入れるところですね。餌箱みたいなやつ、これがねくるくる回るようですね。で、そこを見るとなんか電池セットするところがあるんで、はい、プラスくるくるっと回して、電動だったんですね。そう、ゼンマイタイプかなって思ったんだけど違いましたね。あ、炭酸、はい、3本セットします。これスピーカーもあるんで多分音鳴るんでしょうね。いや、どんな音が鳴るのか楽しみです。はい、で、くるっと回すと、横に電源スイッチがあります。で、これなんだろう、これよくわかんない、これなんか意味あんのか。あ、回ってるこの花びらのボタンを押すとくるくるね回るようになってるようですね。で、恐竜をね中にセットする檻がこちらで、なんかこうどこかのタイミングでバカッとね開いて恐竜が出てくるようですね。あとね、ボールのイラストが書いてある、カードですね。多分このカードを引いてどの色のボールを、取るかっていうのを決めていくようです。はい、後ろは可愛らしいイラストが書いてますね。ではね、こちらのカード切り抜いて、シールの方をね何個かあるんで、貼っ付けますね。組み立てていきますね。この緑の台に、こちらの檻を差し込みます。はい、差し込んで、これでいいのかな？で、パカッと開けて、で、この真ん中に、恐竜ですね、ティラノサウルスをセットするんですけど、これちょっと後で見たいんで、ちょっと置いときますね。では、この回転するラインに、この丸い玉をね、じゃーっとセットして、で、切り抜いたカードを、よいしょ。はい、この近くに置いておきます。では檻にセットするティラノサウルスを見ていきますね。体が小さいんだけど頭すっごい大きい。で、目のシールをペタペタとね貼りました。はい、頭ほんと大きいですよね。で、口ガバッと開いてまして、で、歯が並んでて、この舌ビヨーンって出てるんですけど、あ、動いたりはねしないようですね。で、口も閉じないですね。ティラノサウルス動かないのかなこれ。はい、で、ボコボコっとしたね頭の形がかっこよくて、で、短い前足ですね。あれ、これ3本指があるな、2本じゃないイラストだと2本の指になってるんですけど、これ3本ありますね。アロサウルスかも。で、後ろ足ですね。後ろ足動くのかな。あ、後ろ足も稼働しないんですねこれね。可愛らしい形。尻尾めちゃめちゃ短いですね。で、こちらのサイズですね、アニアティラノサウルス横に並べると、はい、こんな感じですかね。まあ、そんなめちゃめちゃ大きいってことはないけど、頭はね異常に大きいけど、体のサイズ的にはアニアより小さいですね。頭の大きさはマテル の, 頭に、プロテクターがセットされてる、メガアタック T-REX と同じぐらいじゃないのかな。どうでしょう。あー、うん、ちょっと長さは足りないけど、まあ、同じぐらい、横幅こっちの方が大きいかも。すごいね。プロテクターをちょっと取って見比べましょう。よいしょ。プロテクターを取った状態で並べるとこんな感じですね。ああ、やっぱり横にかなり大きいな。ちょっとヘンテコな形ですよね。では、恐竜を、こちらにセットします。真ん中の赤い棒ですかね。ここに差し込んだらいいようですね。よいしょ。はい、カチッと。おお、なんかちょっと浮いてる。浮いてるから、多分動くんでしょうね、これ。いや、楽しみ。はい、で、檻を閉じますね。檻閉じて。
セットできました。では、くるくる回してね遊んでいくんですけど、さっき切り抜いたこちらのカードですね。カード丸い色の、そう、玉の色が書いてあって、で、この下に花がね、この書いてあるんですけど、これ4個あります。で、青色は2個。そう、このね、最後、この花の色の合計が多い方が勝ちなようですね。で、これね、一応5分のタイマーがかかってるみたいで、5分経ったら、ストップがかかるようです。では、行きますね。くるくる回して。さあ、カード行きます。はい、まず赤色。赤色の玉を取ります。あ、こうねくるくる回ってこうガタガタ揺れてるから結構難しい。はい、ではどんどんいきますね。はい、次はね青色です。止まっちゃうけど問題なく余裕で取れるね。出てこないんじゃないかな、これ大丈夫かな。はい、次はね青色。わあ、いびき、恐竜のいびきが聞こえる。いや、ドキドキする。はい、で次は紫色ですね。はい、まあ一人なんでね余裕でできちゃいます。はい、で次がよいしょ、またまた紫色ですね。紫色はねちょっとねポイント少ないんですね。よいしょ、全然出てこないですね。あ、もう5分経った、でも恐竜出てこない。どうなってんの、どうなってるんだ。よいしょ。こうやって出てくるはずなのに壊れてんのかな。もう一度行きます。スタート。はい、くるくる回ってます。で、カードを引いて、紫。はい、よいしょ。もう余裕ですよ、出てこないっていうのがね分かってるんで全然余裕で取れちゃいますね。はい、5分間取り放題ですよ、これは。よいしょ。はい、で、よいしょ、紫。よいしょ、最後。よいしょ。はい、では、恐竜待ちでーす。恐竜待ちです。さあ、そろそろじゃないですか？あー、来たー！消えたー。急にドカッと出てくるから、びっくりする、これ。カラフルボールが少なくなって軽くなってドカッと出てきたりはしないようですね。もうあの5分間のタイマーで5分経ったら、恐竜が飛び出てくるようになってるようです。それだとちょっと簡単すぎますよね。軽くなったら出てくるとか、まあそういった仕掛けにねしてほしかったかな。最後にもう一度この檻からね、飛び出てくる恐竜をね見たいと思います。こちらね、ピンセットを使ってカラフルボールを取って5分経過すると恐竜がドカッと出てきます。コーションダイナソーで遊んだんですけど、あのね、僕ねこのボールを取ってる途中でこう軽くなってきたらどこかのタイミングでこうね恐竜が出てくるのかなって思ってたら、あの5分経たないと出てこないようですね。なんであの割とこのゲーム簡単で小さい子には遊びやすいと思いますね。うん、ここ止まってもね、回転台が止まってもこう飛び出てこないし、カラフルボールが全部なくなっちゃってもあの出てこなかったんで、もう安心してね取ることができますよね。ただね、檻から出てくるときは本当にドカッと急にね出てくるから結構びっくりします。一人でやったから簡単っていうのもあると思うんですけど、ね、もうちょっとこう設定的には難しくした方が面白かったと思いますね。はい、ということで、今回はこの辺で、よろしかったらコメント、評価、グッドボタンの方よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。